ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ではね、今回前回かなで負けたスパルタクスに、再戦挑もうと思います。その前にちょっとまず全部売っちゃって、でこれもいらないから売っちゃって、よし、ちょっと買って育てるところらへんも見やっていきましょうか。動画にしましょうか。これはオーガニクス強力だが ATB 低下、 ATB 大幅低下って意味わかんないよね。ああ、そういうことか。わかった。これ育ててきゃいいんだ、多分そういうことだ。関係ないんだな。機関で買って、マテリアル研究所で、融合炉がいくつ必要なんだろう。でも7つじゃ足りないのは間違いないから、まあこんだけあれば間違いないよね。 OK で改造していきましょう。改造武器、まずはオーガニクスなんですけど、これなんかあるらしいね。2100でいいんだって。とりあえずここら辺突っ込んで、2倍、3倍にならない。 OK、 3倍になった。で2100だって。2100、あ、こんなもんだね。粒子加速器1つくらいか。まあ一回入れちゃうか、入れちゃっていいか。 OK で持ってオーガニクスを、これ高コバルト鉱でいいのかな、これを突っ込んでアポカリプスになりまして、でアポカリプスを確認しましょう。透明ゼリーを24個入れるといいらしい。ある？透明ゼリーないね。じゃあとりあえずまたいらないやつ突っ込んで、3倍になった。で233,220、小型ユーロ2つでいいらしい。あー、ちょっと損しちゃうのか。5万くらい損しちゃうんだな。あー、そうか、これで2倍になっちゃうのか。まあいいか、じゃあまた足すか。 OK、 3倍にして、多分ユーロ1つでいいのかな。あ、違う、計算ミスってたね。あ、今ので一気に分かんなくなった。14万と23万だから今 あと6万くらい、こんなもんかな。 OK、 かなりぐっちゃぐっちゃになっちゃったけど、アポカリプスをこれだね、トラペゾヘドロンと混ぜてあげることでオメガウェポンになって、でオメガウェポンが、ユーロが25も必要。あ、大丈夫、足りた。粒子加速器2つ必要。 OK、 まず透明ゼリーを24個、あ、つまり3倍状態にしてあげて、3倍状態にしてあげた上でユーロを25個足してあげて、はい、でもってさらに3倍にしてあげなきゃいけないらしいから 1.25 でしょ。もういらないやつどんどん突っ込んで綺麗にしましょう。もうはいはい、2倍、おい、まだ OK、 3倍になった。暁の梅雨とかなんか使っちゃいけなかったやつなんじゃないか、大丈夫かな。であと1万3000くらいでいいらしいから、粒子加速器多分1つでも、あ、2つですねはい、2つ。 OK、 これでフルマックスオメガウェポン来ましたね。でもっていきなり時間かかったな。今回は、バトルメンバー変更したいと思います。攻撃隊と思います。
で、とりあえずオプティマは後で裏でやるんでよくて、装備をつけて上げてオメガウェポン一気に強くなったな。2300か。あー素晴らしいね、能力値がね。ここまで育ちました。うん。で、あとお見せしたかったのがこれか。あのコメ欄でね、よく来るこの成長の過程を見せてほしいっていう99、まあ貯めときました、ちゃんと。だからわざわざ99万で止めといたってやつですね。うわそれでもここまで使うのか。もうあとディフェンダーのみですね。もう一回99万にしたらすぐかな。てかもうね、アダマンタイマイでデス使わなくても倒せるようになったんで、源氏の固定なしでね、普通にコリコリ殴ってても倒せるようになっちゃったんで、すぐ溜まるんですよね。一回8万もらえるんで、もう CP カンストはもう間もなくって感じですね。やっぱ裏作業は自分好きだわ、ほんと。エンハンサー、ファングさんのいいとこはね、ヘイストを覚えてくれるとこですよね。ヘイストが本当に強いからな、このゲームは。ヘイストゲーだと思ってるんで、自分はヘイストとジャマーゲーだと思ってるんで、13は自分は本当に強いですね。ヒーラーとしての能力は使わないんじゃないかな、そんな気がするけどな。まあまあ一応ね、一応強めておきましょう。スパルタクスどうやって倒すかな。悩ましいとこですよね。よいしょ、ディフェンダー3人ディフェンダーにして固めてっていうのもありだし、ラストリーブ、あ、なるほどね。で、ここで意外とまだ邪魔が残ってるあたりがね、邪魔は重要なのにディフェンダーにまず行ったんですよね。スパルタクス戦を視野に入れてたから。ただここで割りかし覚えられるから、クリスタルレベル低いけど、ライトさんの邪魔使えるかもしれませんね、今回でね。どうかな、いけるかな。ウィーク、あ、そうか、うん、あ、そうだね、うん、よし、バイオ、あと3人、あ、長い長いよ、もう8分経っちゃったよ、やばいよ。分割することになりそう。てか本当にサッツさんって能力値低いよな。装備つけてもまだ1300ぐらいでしょ、だって1500、1600くらいいくか。めちゃめちゃ能力低いですよね。ちょっとびっくりだな。こうやって成長してるところを見るのが好きな方もいるんですよね。何が面白いんだろうな何が面白いんだろうとか言っちゃ失礼ですけどね。何が面白いんだろう。やっぱり強くなっていくところか。あれかな、ジャンプと一緒かな、主人公がどんどん強くなっていくのが楽しいのかな、そういうことなのかな。ハンターハンターだったらね、グリードアイランド編とかゴンとキルアが大成長するからね、そういうのとかかな。ドラゴンボールだったら重力室で悟空がね大成長を遂げるわけですよね、とかそういうことなのかな。それと同じ現象なのかどうか。スノーは物理攻撃今んとこ2100くらいいくって感じだよね。そしたらやっぱ出番ないよな。
スノーどこで出すかだよね。なんかスノーが一番魔法出すのが早いみたいなのはコメント欄で見たような気がしたけど、どっかで使ってあげたいよねスノーもね。全く使わなかったからね実況中ね。あと一人今回外れちゃった。ホープくん、ホープくんは武器揃えてあげると魔法が多分2500くらいいくんだよね現状で。魔力ってそんなにって感じするんだよね。このゲームなんか物理攻撃の方が圧倒的に強いじゃないですか。バングさん見てて思うんだけど、魔法ってゲージ貯める用のもんって自分は思ってるんで、ブレイクゲージを貯める用だと思ってるんで、未だに。だったら別に魔力が高くなくてもみんな打てれば結局ダメあれは増えるわけだから、ブレイクゲージはって思っちゃうんですね。つまり物理攻撃優先でパーティー組んだ方が強いんじゃないかなって思ってるんですよ。どうなんだろう。ぶっちゃけファングさんで源氏の小手なしで 99,999 の攻撃が何回もあったから、アダマンタイマイ戦でそれでもう倒せるようになったことを気づいたんですよね。その時点であいけると思って、で今回こういうパーティーで行きそう。ニルバーナつけてランス・オブ・カインつけてオメガウェポンで行きたいと思います。でアクセサリーは揃えておきます。裏で、あもうこんな時間経ったじゃん。コメント読んで一旦切るか。はい、ということで、ね、結構吹っ飛ばしますけど105のコメントを、パート105のコメントをですね見させていただきます。クリスタルポイント上げを紹介したあれですね、動画でしたね。皆さん明けましておめでとうございます。コメントありがとうございました。イリミネさんからのコメントです。明けましておめでとうございます。今年もダルさんの動画見続けていきたいと思います、よろしくお願いしますというコメントいただきました。明けましておめでとうございます。今年度も動画更新頑張りますのでよろしくお願いします。翔さんからのコメント、あれ昨日の敵はどうしたの、つまり昨日の敵っていうのがスパルタクスですね。ちょっと時間空いちゃってますけど、これから戦いに行きます、よろしくお願いします。はい、でたくさんの方からね亀狩りに関するコメントいただきました。あのデス使わなくても1分程度で倒せるよとか、あの時点では自分は無理でした、無理だったんですよね。でデスで勝ってて、で動画見てみたらなんかあるらしいですね、なんか攻撃する直前にハイウィンドウだとかなんかやるらしいですね。そうやるとなんかできるらしい、1分半ぐらいで倒せるみたいですね。なんかタイムアタックで1分半ぐらいで倒してました動画見たら。まあそういうのがあるみたいなんで、ぜひ皆さんも興味がある方は、あ FF13 アダマンタイマイ戦とかってやると多分出てくると思うんで見てみてください。でグッドチョイスつけてイージーモードにした方がっていうコメントが来てて、イージーモードってなんだっていう話になって、で導入はしました。これですね、イージーで今回はノーマルで戦います。イージーモードだと例えばブレイク値が溜まりやすくなったりとか、ダメージ量が33% 減かなとかになったりとか、なんか本当にイージーになりすぎ、イージーな戦闘になります。でアイテムのドロップ率が上がって、まあ、2倍になったり、場合によっては 2.5 倍になったりとか上がって、で逆にレアドロップは一切落ちなくなるみたいな、そういうなんかいろいろと効率的なものがあります。はい、でクリスタルポイントは変わらないですね、変わらない。でイージーモードでドロップ率が上がるっていうのを利用してプラチナインゴットをなるべくゲットしよう。でも 100% じゃないんで、まあだいたい3回に2回は落ちるかなくらいの雰囲気ですね。アダマンタイマイ買った時にイージーモードだとを自分は使ってやってました。今回からはノーマルでいきましょう。ということで今回はここまでですね。もう完全に成長紹介動画になりましたが、次回スパルタクス戦もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。